アパートアパートとは建物の内部を複数に区切り、それぞれを独立した住居として居住用として供与する集合住宅。英語アパートメントを元にした和製英語。かつては分譲住宅に対しても用いられたが、現在ではほとんどの場合において賃貸物件を指す用語となっている。同種の共同住宅のうち比較的大規模。 豪華なものは日本ではマンションと称されることが多いが、マンションは本来は豪邸の意味であるため日本でしか通用しない。日本では関東大震災後に同巡会アパートが建設された。鉄筋コンクリート作りの集合住宅は都市居住の中でも質の高いものであったが、後に木造で質の低い賃貸の集合住宅にもアパートという名が付けられるようになった。 このため、差別化を図ろうと、鉄筋コンクリート作り建造物については、マンション、本来は、邸宅の意味という名称がよく使われるようになった。不動産取引の通称として、構造的な区分からは、木造、軽量鉄骨作りで建築された、建築物を指す。これに対し、マンションは、鉄筋コンクリート造り、鉄骨鉄筋コンクリート造り、鉄骨造り、 もしくはその他の構造で建築されたものを指す。これらでは、集合住宅の性質上、隣室へ室内で立てた音が伝わりやすい。騒音による隣人間のトラブルもしばしば起こっており、この他にも火災や水漏れ等の被害が隣家、開家に伝播する通して大となるケースもある。なお、米軍統治の歴史があり、 気候の関係上木造や鉄骨造りの家屋の少ない沖縄県では鉄筋コンクリート造りの集合住宅も一般にアパートと呼ばれておりマンションという用語は主として日本本土の資本により近年建造された高層住宅に対してのみ用いられる。階数的には木造、軽量鉄骨造りの構造上の制限により2階建てなどの低層住宅が多い。 マンションには、低層住宅、中高層住宅、高層住宅、もしくは超高層住宅があり、階数による区別はないが、一般的な概念としては、中高層住宅、高層住宅の住宅用途の建物をマンションと呼ぶ、場合が多い。建物規模、敷地規模及び、個数の観点から、全校の一般的な概念によるマンションに比べて、アパートは2から3階建ての小規模。 低層が多く、建築設備的にエレベーターが設置されたアパートは、稀、稀である。建築基準法上は、マンションと同じ共同住宅に区分されるもののほか、2階建て以上でも、長屋住宅に区分されるものがあり、両者は共有通路の有無で異なる、共有通路を経なければ、括弧に入れないのが、同住宅。やや高級な集合住宅を、コーポラス、略して、 公保と少子差別化することもあったが、近年では使い分けが曖昧になっている。関西地方ではかつて水回りの独立したアパートのことを文化住宅と呼称した。近年では、いわゆるマンションについてコンドミニアム、略称、コンドという用語が用いられることも増えている。また、アパートにアイットを搭載したスマートホームも話題になっており、 アパートの先進化が進んでいる。最近はあまり見かけないが、かつて学生に多く利用された下宿屋という住居の形態がある。原則として管理者である大屋との同居であり、個室として提供される部屋に下宿人が住む形式である。一般にトイレや風呂、台所などの水回りは共同で、まかないとして食事の提供が行われることもある。家賃は 総じて安価である傾向が強い。なお下宿営業は、旅館業法に規定される宿泊施設であり、施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業を言う、旅館業法第2条第5項。初期のアパートは、こうした宿所の各部屋に玄関を設け、独立した住居へと発展させたものと考えられる。 昭和20年代から30年代に多く建てられた、玄関共有、内廊下、風呂なし、銭湯を利用、共同のトイレ、台所、洗濯場という形態である。古いものでは、郵便箱や食堂なども共同で、各々の部屋はあくまでも個人が寝たりくつろぐ場所に過ぎない傾向を見られた。こうした古いタイプの共同住宅に関しては、漫画では、松本零士の 大四畳半シリーズ、男を挑んだなどにも登場する。福谷隆の、独身アパート独ダミソはまさにこの種のアパートが大と、なっている。昭和中期より活躍している漫画家には、当時の漫画はあまり儲からなかったため、下宿やアパート生活経験者も少なからずいる、時はそう。また、日雇い労働者たちの寄せ場のある地区には、ドヤと呼ばれる、簡易宿所も多く見られる。 そのほとんどは2から3畳程度の個室で、かつてのアパートの特徴を備えているところも多い。2005年に前後して、地方から何も持たずに、首都圏に仕事にやってくる人が安価に泊まれるところとして、再びこうした宿が注目を浴びているようである。ネットカフェや個室ビデオ店の延長として、レストボックスと呼ばれる、ビルの一室をゲストハウス風に改造した施設も、誕生している。 あくまでも事務所菓子として宿泊を認めないところもあるが、朝日新聞が2005年7月11日に報じたところによると、従来よりオフィス街でブルーカラー労働者の通勤範囲以外で労働者、空白地帯行ったところにビル清掃、解体工事など一定の労働力確保を必要とする業者が自社で管理する空きビルのフロアに多段式ベッドを入れるなどして、 簡易宿泊施設に改装、労働力の獲得に成功しているという。ヨーロッパでは地盤が盤石で、また19世紀より産業革命で都市部への人口集中が起こったため、これらの労働者へ住居を提供するためにアパートメントが発達し、また当時の建物が改築こそされてはいるがそのまま現存、利用されている。イギリスでは、 このアパートメントは通りに沿って建てられた2から3階建ての建物が横方向には林家と完全にくっついてさながら帯のようになってしまっているため必然的に建て増しは垂直方向にのみ行われたこの結果木造モルタル壁などの45階建ての集合住宅がロンドン市内には普遍的に見られこれらは幾度もの所有者の変更により住宅商店 宿泊施設 B&B ベッドブレックファストの略と呼ばれる安宿などに利用されている建物もある。中にはかつての複数度の横の壁を打ち抜いて連結し、番地的には複数度からなる1軒の建物や逆に従来の建物を中で仕切って2軒に分割したものもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。